こんにちはウイコン TV です今日もご覧いただきありがとうございますえ皆さんからいただいた第27節湘南戦のコンササポーターが選ぶ印象に残ったシーン紹介していきますえ早速行ってみましょうイッシーさんデルピエロさんとパス交換20秒間してきました楽しいひとときでしたよえこれはね体験者さんのね生の声ありがとうございます パス交換タイムね20秒間っていうね決まりだったんですねまあでもね本当にあのデルピエローとねパス交換したっていう、まあ、一般人っていうのはねそうそういないと思うのでこれはねかなりレアな体験になったと思いますカッペリさん今村義郎出身「ここんとこ審判運が悪かったうちにはこういうフラットなレフェリングが本当にありがたい」「ドロップボールの時のしぐさと表情がめんこかった」 で、ね、審判の今村さんですね本当ねストレスなかったっていうか、まあ、逆にね札幌側にちょっと全体的に有利な、ね、ジャッジも多かったなっていうふうにも見えるくらいでしたで特にね馬場選手とか中村選手ね2枚目のイエローをもらって退場になってもおかしくないかなみたいなねシーンもありましたかね、まあ、そういう意味でもねこういう試合を、ね、ものにできなかったっていう部分でもね乾杯感がねあったかなと思いますね 兼業主婦ユージさんキム・ミンテのディフェンスに徹した際の凄みですでミンテ選手ねほんと相手チームながらねほんとすごかったっすねで本当ねめちゃくちゃ気合い入ってたのね伝わってきましたねで私的にはねこの試合の MOM はねミンテ選手か、まあ、あとはねゴールキーパーの真り、まあ、選手ですねその2人のどちらかかなと思いますノブさん 湘南の時間稼ぎについて否定的な意見を見ましたが時間稼ぎされる時間帯までゴールを奪えなかったことがすべてどんな形であれ僕はは勝勝へへののの執執着着好きですコンサの形です形利への執着が見たいもうこれはねもう何が何でも勝つっていう執念はね湘南の方が上回ってたかなと思いますねでまあ私もねあの時間稼ぎがねそこまで悪質だったともね思いませんでした で逆にコンサドーレ側がね勝ってる時にああいう時間稼ぎのプレーをしたとしてもね、まあ、どんどんやったれっていうふうに思いますし、まあ、むしろねそこまでの気迫をね見せてくれたら嬉しいかなと思います。で特に湘南のの方は終盤の15分間でめちゃくちゃゃく点取られてるというふうにね、まあ、実況の方も言ってたんでまあ危機感っていうのはね常にあったのかなというふうにも思いますね。は2243 アラの2回目のイエロー4枚で2試合出場停止累積3枚出場停止リーチは岡村ルーカス宮澤福森、中村怪我人も多いがこちらも辛いでラの選手ね2回目の累積4枚っていうことでね2試合出場停止ですねでバ選手もね代表で2試合いなくなるので、まあ、ボランチができる選手がね2人かけるっていうのはね結構きついですね 現状3枚でリーチの選手が5人,ですか5人いるっていうことでまあね、まあ、誰かはどこかでもらってしまうと思いますけど、まあ、同時にね2人停止っていうのはねそこは避けたいところかなと思いますね。ぬっこさんなんといっても OB 戦ウッチーのハットトリックとコータのゴラッソに震えました。 でこれねやっぱりストライカーっていうのはねサッカー、まあ、プロの現場から離れても嗅覚みたいなものはね、まあ、人とはねちょっと違うんですかねでこの試合ね釧路のアンダーの選手も、まあ、元プロ選手のね凄さみたいなものを感じられて、まあ、良い機会に、ね、なってると思いますねでこの OB 戦ね本当往年のスター選手がねこう間近で見られるね良い企画だなと思いますね宮の沢,沢子さん 88歳の方をはじめ、月下美人の皆さん、はつらつとしていてとても素敵でした。私の目標。で、この月下美人っていうのは、コンサドールズのシニア版で、60歳以上の女性が対象になってるっていう、チアリーディングスクールとのことですね。で、ツイートとか見ててもね、自分も将来やってみたいっていう方もね、他にもいらっしゃって、なかなかね、注目度高かったですね。で、これね、本気でやってみたいっていう方は、 えとコンサドーレ北海道スポーツクラブのホームページに募集標高載ってたんで、まあ、チェックしてみるとね良さそうですね。マッサーさんイベントテレビ放送あるスタという仲間を増やしたいですよね。かっこ泣きでこれもねよく言われますけれどもねほんとねイベントの時はね勝てないですね。 まあ負けてもねそれなりにゴールが決まれば、まあ、面白かったっていう風にね思ってくれる新規の方っていうのもいらっしゃると思いますが無得点だとねちょっとね盛り上がりにね欠けるとこありましたかね。ーんさんあちこちで芝がまくれていた蹴る時踏み込むが大変だったのでは大雨の時外に出ていたからってことでしょうかでここね何試合かね札幌ドーム芝がねちょっと良くないですね。 でおっしゃるようにね大雨もありそうですしあと猛暑がね続いたんでね芝にとってはね良くない環境っていうかねそういうものが続いてしまったんじゃないかなと思いますねでこれはね本当に芝の剥がれが原因でね怪我っていうことが起こらなくてよかったなと思います以上湘南線のコンササポーターが選ぶ印象に残ったシーンでしたコメントを使わせていただいた皆さんコメントを書いていただいた皆さんありがとうございました このアンケート投票を募集している Twitter アカウントは概要欄に記載していますので気になる方はぜひチェックしてみてくださいえというわけでこのチャンネルではこんな感じでコンサドーレについての話題をお届けしていますちょっとでも共感できたという部分があればいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますえというわけで今日はこの辺で失礼しますまた次の動画でお会いしましょうそれでは